皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではときメモ GS セカンドやっていきます。現在のパラメーターはこんな感じです。運動、そして特に魅力が低いです。頑張ります。今日はクリス君とデートです。3月になったからトップ脱ごうかな。アクセサリーはこのままでいっか。待ち合わせ遅れちゃった。クリス君は、あ、いた。ごめんね、待った。お、そんな急がんでええって。転ぶで。うん、これはカジュアル、フォーマル、2つ取ってカジュマル。いや、そういう言葉があるかわからないけど似合うな。うん、僕だけのために走る。可愛い君を見れるも特権やと思うけど。けど遅れるときは連絡してや。そしたらどないしたんやろうってハラハラも少しだけ減るし。そうだよね、ごめんね。うん、ごめんね。わー、何？え、何？この服どこか変？めちゃめちゃ可愛いから驚いてもうた。本当？ありがとう。いや、似合うたる。好きやわそれ。本当？やった、クリス君に褒められた。桜が満開なんやって、行ってみひん？うん、うん。めっちゃいい眺めや。花びらがぎょうさん舞っとる。そうだね。お花見の後はゴミを持って帰ろう。桜の季節は短くて悲しいな。わあ、とっても幻想的だね。そうだな、前の文章からしてこれが合ってるかな。わあ、とっても幻想的だね。うん、これが夢でもこのまま冷めへんでもええくらい見事やわ。そうだね、やったね、バッチリ好印象。来た。チョップしてみる、見つめてみる、寄り添ってみる。見つめちゃおう。見つめてみる。そんな見つめられたら僕も見つめ返す。見つめすぎやで。クリス君だってクリス君顔が真っ赤。帰りたくないくらい楽しかったわ。君はどうやった？私も帰りたくないくらい楽しかった。うん、楽しかった、それだけ。そっか、そしたらまた二人で遊ぼう。うん、二人でね。話したりへんなあ。時間大丈夫やったらどっか寄って帰らへん？いいよ。うん、大丈夫だよ。やった、ほんなら行こうか。うん、うん。わあ、クリス君見て、夕焼けが綺麗だよ。質問コーナーじゃなかった。こうやって海を見てるとどこかに行っちゃいたくなるね。行こうか。え、逃避行？ん？なんか言った？何もかんも置いて二人でどっか遠くへ行かへん？遠くってどこ？君がうんって言うてくれればこのまま。まさか本気なの？ん？あ、クリス君の携帯？そう簡単にはいかへんか。まあそうだね。あの、出なくていいの？今やないやろって言うてはるのかな、神様が。うん、というか早く出た方がいいんじゃない？もしかしてお父さん？仕事関係の人かもしれないし。クリス君、電話が。うん、ごめんな、ちょい待っててや。うん。ハロ？クリス君、
何を言おうとしてたんだろう。ありがとう、家まで送ってくれて。どういたしまして。ほんならまたな、おやすみ。うん、またね、おやすみ。クリス君に送ってもらっちゃった。お、なあなあ。はい。ちょっとええかな。いいよ。クリス君、どうしたの。あんな、君、今度の日曜日の予定ってどないなってる。なあもない。空いてたらでええねんけど、どっか遊びに行かへん。行く。うん、空いてるよ。そしたら僕ん家に招待したいねんけど、どない。行きたい、行きたいです。うん、ぜひ。よかった、ありがとう。いえいえ、こちらこそありがとう。じゃあ今度の日曜日、自宅前で待ち合わせでいい。うん、今からめっちゃ楽しみやわ。私も今からめっちゃ楽しみ。ちょっとやそっとじゃ忘れられへん一日にしような。うん、なんかデートの行き先がお家だからすっごい深く感じる。ほんなら日曜。うん、またね。クリス君からデートに誘われちゃった。しかもお家デート。どこかでひそかさん聞いてないかな。今日はクリス君のお家に行きます。洋服はこのままで、アクセサリーは外しましょう。クリス君まだ来てないみたい。お、先に着いた。まあ家から出てくるだけなんだけどね。ごめんな、待ちくたびれたやろ。ううん、今出てきたところだよ。まだ時間前だよ、大丈夫。僕だけを待つ君の憂い顔とその後の笑顔を見るも正直嫌いやないねんけど。けど？でもやっぱりよろしくないわ、反省。クリス君。わあ。何？え、何？この服どこか変？めちゃめちゃ可愛いから驚いてもうた。本当？ありがとう。よう似合わたる。好きやわそれ。本当？やった、クリス君に褒められた。おお、いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。これはもしかしてタワマンというやつですか。こんにちは。案内係のクリスです。どうぞ吉奈に。ささ、こちらへどうぞ。あー、うん、お邪魔します。なんか旅館の中井さんみたいなんだけど。ふふ、ありがとう。なにこれ。そしたら、あ、好きなとこに座っててや。あー、はい。ここ芸能人が住んでるところじゃん。もしかして花椿先生もこのタワマンに住んでたりするのかな。いや、私こんなラフな格好で恥ずかしいんだけど。まあクリス君は自分家だからいいけどさ。男の子の部屋って感じだね。なんというか個性的な部屋だね。うわー、素敵なお部屋だね。もうこれ一択だよ。うわー、素敵なお部屋だね。ありがとう。いえいえ、そんなん言われたことないからめっちゃ嬉しい。え、そうなの？こんなに素敵なのに？やったね、バッチリ婚姻しよう。楽しかった、君誘ってほんまによかった。またどっか行こう。うん、うん、よかった。そしたら素敵なとこ探しとくな。ほんと？楽しみにしてるね。ほんなら家まで送ってくわ。君一人じゃ返せへんし。ありがとう。ありがとう、家まで送ってくれて。どういたしまして。ほんならまたな、おやすみ。うん、またね、おやすみ。クリス君に送ってもらっちゃった。お、
なあなあ。はい。ちょっとええかな。いいよ。クリス君、どうしたの？あんな、君、今度の日曜日の予定ってどないなってる？なんもない。空いてたらでええねんけど、どっか遊びに行かへん？行く。うん、空いてるよ。ほんなら、映画見に行かへん？映画？行く。うん、ぜひ。よかった、ありがとう。いえいえ。じゃあ、今度の日曜日、駅前広場で待ち合わせでいい？うん、今からめっちゃ楽しみやわ。私も今からめっちゃ楽しみ。ちょっとやそっとじゃ忘れられへん一日にしような。うん、ポップコーンも食べようね。ほんなら日曜。うん、またね。クリス君からデートに誘われちゃった。今週はバッチリ頑張ったよね。部活頑張りました。あ、部活楽しそうやな。高校生活満喫っちゅう感じや。うん、これぞまさに青春。やったね。今日はこれを見に行くのか。まあこれは見たことあるからカットかな。今日はクリス君とデートです。洋服はこのままで、アクセサリーをつけましょう。待ち合わせ遅れちゃった。クリス君は？あ、いた。ごめんね、待った？そんな急がんでええって。転ぶで。うん、うん。僕だけのために走る。可愛い君を見れるも特権やと思うけど。けど？遅れるときは連絡してや。そしたらどないしたんやろうってハラハラも少しだけ減るし。そうだよね、ごめんね。うん、ごめんね。わー、なに？え、なに？この服どこか変？めちゃめちゃ可愛いから驚いてもうた。ほんと？ありがとう。よう似合うたる。好きやわ、それ。ほんと？やった、クリス君に褒められた。あ、時間ギリギリや。え、ちょい急ご。うん、うん。間に合った。あ、ポップコーン買うてくるの忘れてもうた。え、多分すぐには始まらないと思うからさ、私が急いで買ってくるよ。今日の映画最高だったね。めっちゃ興奮してもうた。今夜は眠れへんかも。私も。やったね、バッチリ好印象。楽しかった。君誘ってほんまによかった。またどっか行こう。うん、うん。よかった。そしたら素敵なとこ探しとくな。本当？楽しみにしてるね。話し足りへん。なあ、時間大丈夫やったらどっか寄って帰らへん？いいよ。うん、大丈夫だよ。やった。ほんなら行こうか。うん、うん。ねえクリス君。ん？キスについて聞く。クリス君が持ってるキスのイメージってどんな感じ？キス言うたらドーン、キャーチュ。え、あのそれって私たちが体験したやつだよね。それってもしかして？今はそんな感じやな。あん時のおでこの。ちょっとクリス君、もういいや。ありがとう。これからが本番やのに。何が本番なの？本番って何を言うつもりだったの？
ありがとう、家まで送ってくれて。どういたしまして。ほんならまたな、おやすみ。うん、またね、おやすみ。クリス君に送ってもらっちゃった。クリス君に電話しよう。ハロー。あ、クリス君、私クロミア・ユリアだけど。ほんまに？うんうん。めっちゃ嬉しい。ちょうど君のこと考えてて。そうなの？ほんで今日はどないした？なんでも言うてや。うん、来週、さーてどこ行こう。あ、そういえば見晴らし点やってるんだっけ。森林公園の博物館に行こう。来週博物館に行かない？電話もろただけでも嬉しいのに、これ以上喜ばせて君は僕をどうしたい？もっと喜ばせたいの。もちろんオッケーやで。その日の僕の一日は君のもんや。やった。じゃあ来週公園入り口で待ってるね。うん、君から切ってや。もうしょうがないな。うん、それじゃあね。やった、早く来週が来ないかな。今日はクリス君とデートです。洋服はこのままで、アクセサリーは外しましょう。待ち合わせ遅れちゃった。クリス君は、あ、いた。ごめんね、待った？そんな急がんでええって。転ぶで。うんうん。僕だけのために走る。可愛い君を見れるんも特権やと思うけど。けど？遅れるときは連絡してや。そしたらどないしたんやろってハラハラも少しだけ減るし。そうだよね、ごめんね。うん、ごめんね。わー、何？何？この服どこか変？めちゃめちゃ可愛いから驚いてもうた。本当？ありがとう。よう似合うたる。好きやわそれ。本当？やった、クリス君に褒められた。へえ、羽ばたき市出身の人なんやって。気になるな。行ってみよう。うん。わあ、綺麗な色使いや。そうだね。そうかな、名前が三原色だから当然。ちょっとバカにしないでよ。てか三原色って名前じゃないからね、見晴らし木だからね。春風の女神だって、もうこれ一択だよ。春風の女神だって。タイトルも素敵や。古典とかやってたら行ってみたいな。あ、私も行ってみたい。うん、いい感じだよね。はあ、もうこんな時間。素敵な一日をありがとう。いえいえ。またどっか行こうな。うん。話し足りへん。なあ、時間大丈夫やったらどっか寄って帰らへん？いいよ。うん、大丈夫だよ。やった、ほんなら行こうか。うんうん。あ、今あそこが光った。え、どこ？え、どこ？待っててや、見てくる。え、私も行く。うん、何が光ってたんだろう。クリス君遅いな。どこまで行ったんだろう。わっ！え？なんで脅かされた？そしてクリス君ちょっと早いかな。え？わっ！
なんで2回脅かしたの？え？ごめん。突然だったからびっくりしちゃって。え？もしかしてまた事故中？ええね。僕が大げさに驚きすぎやわ。あ、2回目のワーはクリス君が驚いたのか。あの時の再現みたいやったな。再現って？あ、じゃあ今回はキスはしてないか。あの時って？忘れたの？おでこにチュー。おでこにチュー。あ、思い出した？あ、覚えててくれた？嬉しい。嬉しいの？今日、二度目があればもっと嬉しかってんけどな。ちょっと期待したんだけどね。え？内緒。さて、そろそろ帰ろか。うん。クリス君、ありがとう。家まで送ってくれて。どういたしまして。ほんならまたな。おやすみ。うん、またね。おやすみ。クリス君に送ってもらっちゃった。お、なあなあ。はい。ちょっとええかな。いいよ。クリス君どうしたの？あんな、君今度の日曜日の予定ってどないなってる？なんもない。空いてたらでええねんけど、どっか遊びに行かへん？行く。うん、空いてるよ。そしたら僕ん家に招待したいねんけど、どない？行く。行きたいです。うん、ぜひ。よかった、ありがとう。いえいえ、こちらこそありがとう。じゃあ今度の日曜日、自宅前で待ち合わせでいい？うん、今からめっちゃ楽しみやわ。私も今からめっちゃ楽しみ。ちょっとやそっとじゃ忘れられへん一日にしような。うん、ほんなら日曜。うん、またね。クリス君からデートに誘われちゃった。しかもおうちデート。今日はクリス君のお家に行きます。ボトム変えようかな。ボトム、アクセサリーはつけなくていっか。待ち合わせ遅れちゃった。クリス君は、あ、いた。ごめんね、待った？そんな急がんでええって。転ぶで。うん、うん。僕だけのために走る。可愛い君を見れるも特権やと思うけど。けど？遅れるときは連絡してや。そしたらどないしたんやろってハラハラも少しだけ減るし。そうだよね、ごめんね。窓から一言声かければよかったね。うん、ごめんね。わー、なに？え、なに？この服どこか変？めちゃめちゃ可愛いから驚いてもうた。本当？ありがとう。よう似合うたる。好きやわそれ。本当？やった、クリス君に褒められた。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。案内係のクリスです。どうぞ。よしなに、ささこちらへどうぞ。はい、お邪魔します。ありがとう。何見てる？なんか面白いもんあった？何クリス君今の、何見てるんって？何これ？ご家族の集合写真見たい。広くて日当たりのいい部屋だよね。そりゃね。本棚の奥に何があるの？一番上気になるな。これ、ご家族の集合写真？うん、素敵写真やろ。毎年、星の初めに撮ってるんやけど、こん時のはめっちゃお気に入りやね。へえ、素敵。見たい。うん、いい感じだよね。
今日はめっちゃ楽しんだわ。ありがとな。いえいえ。なあ、またどっか行こう。うん。うん、もちろん。やった。楽しみやわ。私も楽しみ。ほんなら家まで送ってくわ。君一人じゃ返せへんし。じゃあお願い。ありがとう、家まで送ってくれて。どういたしまして。ほんならまたな。おやすみ。うん、またね。おやすみ。クリス君に送ってもらっちゃった。クリス君に電話しよう。ハロー。あ、クリス君、私クロミア・ユリアだけど。ほんまに？うんうん。めっちゃ嬉しい。ちょうど君のこと考えてて。そうだったの？ほんで今日はどないしたん？なんでも言うてや。うん、明日。さてどこ行こう。あ、そういえばお城に行けるようになったんだっけ。羽ばたき山のお城に行こう。明日お城に行かない？電話もろただけでも嬉しいのに、これ以上喜ばせて君や僕をどうしたい？もっと喜ばせたいの。もちろんオッケーやで。その日の僕の一日は君のもんや。やったー。じゃあ明日バス停で待ってるね。うん。君から切ってや。たまにはクリス君から切ってよ。うん、それじゃあね。やった。早く明日が来ないかな。今日はクリス君とデートです。洋服はこのままで、アクセサリーをつけましょう。待ち合わせ遅れちゃった。クリス君は、あ、いた。ごめんね、待った？そんな急がんでええって、転ぶで。うん、うん。僕だけのために走る。可愛い君を見れるも特権やと思うけど。けど？遅れるときは連絡してや。そしたらどないしたんやろってハラハラも少しだけ減るし。そうだよね、ごめんね。うん、ごめんね。わあ。何？何？この服どこか変？めちゃめちゃ可愛いから驚いてもうた。本当？ありがとう。よう似合うたる。好きやわそれ。本当？やった、クリス君に褒められた。なあなあ、これ何の店な？どれ？お土産屋さんかな。貸し衣装屋さんだね。衣装を貸してくれて写真も撮ってくれるみたい。あ、これイベントだ。コスプレできるの？やりたい。わあ、してみたい。せっかくやからやってみー。やるやる。うん、いいよ。やった、戦国武将、遊びに忍者。わあ、悩むわ。そうだね。あ、じゃあ私新選組あるかな。うん、決めた。行ってくる。あ、私も行く。うん。クリス君、どれを選んだんだろう。お待たせ。うん、おかえり、クリス君。あ、何で来るんだろう。伊達政宗かな。うわ、かっこいい。わあ、似合うね、クリス君。でも、なんで調べ押し？かっこいい。めっちゃ似合う。白拍子って確か今で言う男装アイドルだっけ。静香ちゃん。ん？静香ちゃんって何？静香ちゃん？うん、
めっちゃ一途な人やってんて。へえ、そうなんだ。あの、私歴史ものはそんなに詳しくないんですよ。すみません。静香ちゃん一途？せやから君には義経くんの衣装用意させてもらいました。え、私が義経？普通逆なんじゃない？ああ、静香御前なんだ。え、義経の衣装？ほら疑問生まれちゃったよ。だって僕一人じゃ寂しいやん。早着替えて写真撮ろう。うん、逆なんじゃないかな。もう一度言うよ。ほらほら、はよはよ、おっちゃんが首長くして待ってはるから。あー、ほんとだ、急いで着替えてくる。うん、じゃあ行ってくるね。本物は悲しい恋やったけど、今日は幸せな写真撮ろうな。うん。へー、そういう物語なんだ。ちょっと気になる。え？はよ戻ってきてや。君の義経くんかっこいいんやろな。多分クリスくんが着た方が似合うと思うけど。一瞬クリスくんが悲しそうに見えたけど、気のせいかな。いや、気のせいじゃないよ。帰りたくないくらい楽しかったわ。君はどうやった？私も帰りたくないくらい楽しかった。うん、楽しかったそっか、そしたらまた二人で遊ぼう。うん、ほんなら家まで送ってくわ。君一人じゃ返せへんし。へえ、じゃあお願い。ありがとう、家まで送ってくれて。どういたしまして。ほんならまたな。おやすみ。うん、またね。おやすみ。クリス君に送ってもらっちゃった。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。